岩崎正史は作曲家、編曲家、音楽プロデューサー、クリエイター、エンジニア、音楽制作会社フルハウスの代表取締役、及び名古屋音楽大学音楽ビジネスコース講師を務める。1973年4月22日千葉県船橋市にて生まれ、幼少期を千葉県成田市にて過ごす。百八十三年、 両親の転勤により、愛知県名古屋市に今日移す。1992年、名古屋音楽大学作曲学科入学、1996年度大学を、卒業在学中より、音楽出版社、レコード会社のオーディションを通して、作曲、編曲、DTM、レコーディングディレクションなどの業務を受託し、大学卒業と同時に、フリーランス音楽クリエイターとしての活動に、 専念する。1997年により、専門学校名古屋ビジュアルアーツの音響芸術学科サウンドクリエイターコースにて、非常勤を務める。2001年、起業し、株式会社フルハウスを設立。代表取締役に就任。2008年、名古屋音楽大学、音楽ビジネスコースに就任。専門学校、e、HAL、名古屋校。 ミュージック学科の非常勤講師に就任、松崎茂、博士太郎らが所属する、オフィスウォーカーとプロデューサー契約を結ぶ。編曲、レコーディングミキシングマスタリング作曲、編曲、サウンドプロデュース編曲、サウンドプロデュースシングル01、切ない02、初恋01、かずらかな日々02、東京03、かずらかな日々から、オリジナルインストゥルメンタル04、東京、 オリジナルインストゥルメンタル01いつかは笑って歌える悲しい歌02デイバイデイレ3いつかは笑って歌える悲しい歌オリジナルインストゥルメンタル04歌丸からのメッセージ01影朗2.1つ2つ3つ4つ03かげろう、オリジナルインストゥルメンタル4.1つ2つ3つ4つオリジナルインストゥルメンタル01風と街02悠久ドライブ03あの日の君へ01くれる 02、ドア03、チョコレート01、ザビューティフル02、カレードスコープ03、真夜中、ライダー04、心アルバム01、君と僕と影と夢日本テレビ放送網、秘密の県民賞エンディングテーマ02、おぼろ月の君へ03、カメレオン04、いつかは笑って歌える悲しい歌、アルバムバージョン05、見つめていて、 06、手をつないで07、すみれ手紙08、一つ二つ、三つ四つ、アルバムバージョン09、手のひらに十0キリン煙突11、コーヒーを、ブラックで01、ラブソングができるまで02、つぎはぎの嘘03、長い旅04、デイバイデイ05、UQ ドライブ06、いとし07、ドア08、マイベスト09、風と、街ち10、くれる 11、風花の歌12、おやすみディスク101、リリー02、くれる ?03、カメレオン04、いつかは笑って歌える悲しい歌05、見つめていて。06、ラブソングができるまで07、世界が僕に驚く日08、かげろう09、ザビューティフル10、マイベスト11、一つ二つ三つ四つ12、次はぎの嘘13、 かずらかな日々ディスク201おぼろ月の君へ02風と街03くれる ?04 コンサートツアー2012ザビューティフルダイジェスト映像01約束の歌02ノーフィン03レターツーケーク04メリーゴーランド05待つばかり06片寄り男077月君日より08ラブレター09リトル10誰の聖だ ?11 奇跡マスタリング編曲 ピアノレコーディングミキシング名古屋音楽大学教員紹介萌えよドラゴンズ2011連覇版ありがとうございます。